皆さんこんにちは、ハルル42です。今回は登録者100人達成記念ということで、質問返信コーナーです。皆さん本当にありがとうございます。では質問返信していきますね。好きな種類曲は？これはもちろん、サファーリングシブリングスですね。曲調とかヒントジェイクの声とか、すべてが神ですね。無限に聴いてられます。本格的なゲーム実況はやりますか？これはちょっとわからないです。トーク力が皆無なので解説しながらできる安定流とかならやると思います。3秒だけで変えて。あ、じゃあ行きますよ。用意スタート。素晴らしいですね。これは誰も文句言わないでしょ。では次の方。好きな気分の人は？これはすごく悩みますね。でもやっぱり、ブリッジドレジェンズですね。圧倒的なキャラ、曲の多さ、原作リスペクト。そして曲のリミックスなど、他にもいいところがたくさんあります。でもバグが多いんですよね。そしてフィンがまだいないという事実。一応今後出る予定らしいです。もっとを作ろうと思ったことある？ないですね。カバーとかの案はいっぱいありますが、オリジナルのモッドを作ろうと思ったことはないです。金を下ろした気分を変えて。はい。なんかすごく斜めってますが。次行きます。気分を好きになったきっかけは？多分ですが、解説動画でたまたま見て好きになりました。今後の予定は？特に決まってないです。おそらく FNF、ビートバトルや安定流の解説をします。あとたまに FNF のプレイ動画も出します。投稿頻度は、夏休みが終わったので、週1に戻します。金曜日の朝7時です。100人に行くなんて、10秒で好きなキャラを、変えてほしいです。やっぱりピンですよね。用意スタート。10秒にしてはクオリティ低いですね。質問はこれで終わりです。そしてこの方のリクエストなんですが、ブリッジドレジェンズのデバッグモードを開いても譜面が正常に表示されなかったのでできませんでした。以上です。あと公開するか悩んだんですが、実はカバーの推薦が来てました。最後までご視聴ありがとうございました。よければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。